こんにちは、海道たけるです、日本で医師と作家をやっています。チームバチスタの栄光でデビューして、最近はブラックペアンという小説がドラマ化されて大人気になりました。今回私もピースボートに初めて乗ったんですが、これは素晴らしい平和の船で、ピースフル、コンフォタブル、アンドベリースイートな船だと思います。きっと世界中の人々が楽しめるようなもてなしもしてくださるので、どこの国かの方でも乗船していただけるのではないかと思います。ぜひ皆さんもピースボートに乗ってください。